政府は旧統一協会問題を受けて、悪質な献金などから被害者を救済するための新法をまもなく閣議決定します。岸田総理大臣は国会で被害者救済法案が成立した際に、条文の解釈を明文化することで実効性のある制度にし、被害者の救済につなげたいとの考えです。ただ、野党はマインドコントロール下の寄付規制について強く法案の修正を求めています。 今の法案を直さないで、解釈だけ変える、そんな法律聞いたことないから、だったら条文直してしまった方が簡単ななんじゃないですか与党は、来週10日までの国会会期内での法案成立を野党に呼びかけていますが、立憲民主党は、政府・与党が条文の修正に応じれば協力する姿勢を示しています。